プロビットの確かと、ある人トップテです。普段はメジャーデビューもしているワンダマンですが、もういよいよラッパー集団みたいな。そんなでしたっけ、あなた。いや、もう今日はたまたまちょっと、はい、真ん中にチェルニューいるよ。チェルニューじゃないよ。言ってくる出たてのリューチェルじゃないよ。ということで、はいはい、今回なんですが、はい、亡くなった YouTuber についてやっていきたいと思います。まあ、さまざま僕らも取り上げてきました。今回はそれを YouTuber という職業にフォーカスを当ててみていきたいと思います。まず1人目、スペインの YouTuber、 パラシュートが開かず落下し。2019年の8月の末、スペイン人 YouTuber の男性がセメント工場にあった煙突からパラシュートをつけて飛び降り、パラシュートが開かずに地面に激突して死亡しました。このスペイン人 YouTuber は危険なスタントシーンを撮影して YouTube に動画をアップし、大量の動画再生数を獲得して広告収入を稼ごうとした狙いがあったと見られています。普段からパラシュートの使い方に慣れていたのかは不明ですが、煙突から飛び降りた直後にパラシュートが開かず地面に激しく叩きつけられたため、友人が急いで駆けつけましたが、すでに心肺停止の状態で即死していた。俺ね、色黒で歯白い人とパラシュートは信じないようにしてる。その前半何1個目は分からんけど怪しいでしょ。まあ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 、色黒く焼いててさ、無駄に焼いててね、歯真っ白だ、ホワイトニングえげつない怖いですよ。新庄強しだよ。やめろお前。続きまして、孤児を助けた YouTuber、 ナラヤナレディが死去。インド人のナラヤナレディさんは登録者数600万人以上を誇るグランパキッチンを運営する YouTuber でしたが、2019年10月27日に73歳で死去しました。で、このナラヤレディさんは生前グランパの愛称で親しまれていましたが、巨大な料理を作っては地域の孤児たちに提供するという支援をしていたと。はいはい。で、さらに YouTube で得た広告収益を全てそういった孤児を救うための団体に寄付をするという、自らの利益ばかりを追求して反社会的な配信をして迷惑をかける一部の YouTuber たちに見習ってほしいほど素晴らしい活動をしていた。だから要するに提供してたんですよ。うわ、すごい、すごいね、この人。そうで、この人しかも何がすごいって、こういうことをやってたから、やっぱなんて言うんだろう、味方になってくれるっていうか、活動が素晴らしいからね、はい、2年で600万人以上のフォロワーを持ったわけなんですよ。で、美味しい食事を作っていたおじいちゃんが亡くなったということで、ツイッターでも話題になっていたようですね。続きまして、動画配信中に殺害された YouTuber、 アントニオ・パーキンス。2016年6月15日にアメリカのシカゴにおいて Facebook のライブ動画機能を使って実況中継をしていたアントニオ・パーキンス、当時28歳が配信中に何者かによって銃撃され死亡する事件が起きました。アントニオ・パーキンスさんは数日前にフランスのパリでイスラム過激派組織に触発された男性が警察官の男女を殺害する事件が発生した際に、この事件の様子を生中継していて注目を集めていたと。で、この事件と関係があるかは不明のようですが、アントニオ・パーキンさんが殺害された当時、セルフィースタイルで自身を撮影した際に突然銃声が鳴り響き、スマホが地面に落ちた直後にオーマイゴッドと女性が叫ぶ声が聞こえました。そして警察を呼んで早くと叫ぶ男性の声や、トニー大丈夫よトニーと倒れているアントニオ・パーキンさんに声をかける女性の声などが収録されていた。いや、だから生配信で撮っちゃいかんものを撮ってたことによってで目をつけられたっていうのがやっぱ濃厚よね。じゃあ俺らもワンチャンあるってこと、新宿とかで撮影してよからぬ、そうそう、やあのヤクザとかの、あ、絶対そうだよ、構想をさ撮ってしまった場合にはやられるっていう可能性もある。それ出さなきゃ大丈夫だよ。いや、でも持ってるだけで嫌だと思うよ多分。まあ証拠だもんね。だから普通に殺しに来ると思う。そう、本当家で撮っててよかったなっていう。本当だね、もう出ないようにしよう。うん、けどもし本当ヤクザの構想がこの家で起こってしまって、うん、そのシーンが映ってた場合には皆さん、うん、コメント欄で教えてください。いや、ここ組やんじゃん。次がラストです。日本でもガイル君と呼ばれて親しまれていたアメリカ人 YouTuber が自殺。2019年6月、ニューヨーク市警が YouTuber として活動していたガイルさんが死亡したことを伝えました。ガイルさんは新商品やサービスなどの紹介動画を主に投稿していた YouTuber で、髪型が格闘ゲームのストリートファイターに登場するガイルというキャラクターに似ていたため、日本でもガイル君という愛称で親しまれていたということでね、思ってるよりしっかり、うわ、え、
すごっ、めちゃガイルやん。そう、メンディーの髪がそのまま伸びたみたいな感じなんですけど、だこれは似ているからガイル君と呼ばれてたわけですね。でまたオーバーリアクションが売りであり、ゲームの実況配信をしていたことから任天堂関連のタイトルで特に人気を博し、大乱闘スマッシュブラザーズが発売された際のリアクション、アクションが話題となっていたということですね。でそのガイル君が死亡した原因は自殺だと見られており、失踪する直前の19日に YouTube 上でごめんなさいというタイトルの動画を投稿しており、精神的にとても追い詰められていたというのが分かっているらしいです。見た、あ、ガイル君その最後のとこごめんなさいのやつ、なんか流れてきて見ました、ね、流れてくるのね、春のタイムラインにおすすめに。え、普段何おすすめって関連やと思うんだけど、いやいやいや、でもたまにそういうのあるじゃん。お前ごめんなさいとかで検索してるってこと。してないしてないです。おかしいよね。たまたまですけど、うん、でこれツイッターではうつ病とかねで自殺に追い込まれたっていう死因が本当なら闇の深さが計り知れないと。だから表面上はめちゃくちゃハイテンションを売りにしてたがゆえに、うん、まあアンチなのか、うん、なんか狙われたのか分からんけど、そういった行為によってうつに陥って自殺をしていたものだとしたら本当にヤバいという。自殺は本当に減らしたいね。言っちゃ悪いけど事故はさ、もうその人の責任。まあまあまあ、うんうん。自殺ってもうさ、自分の責任じゃない気がするね。いやでも本当配信、まあ俺は動画投稿者じゃないですか、うん、やってて思うけどさ、会ったこともないやつにとやかく言われるのはって本当死んだろうかなって思う時ありますから、うん、だから本当に気をつけてほしいなっていうのはこのガイル君のことを見ても思いますね、うん、そうね、うん、ということで以上が亡くなった YouTuber の方々のお話でした、はい、ではキッチンの人、うん、平和だったね、なんかでてかすごいよね、こんなに愛されて、うん、まあ病気とかかもしれんけど、うん、言うたら70いくつでさ、うん、全うできてるってのは本当に素晴らしいなと思うよね。でこうやって取り上げられてることがすごくない？いやそうなんだ、普通に亡くなったおじいちゃんだったら取り上げられないわけじゃん、うんうんうん、けど自分がやったことによってそれだけ周りを動かしたっていうのがすげえ、俺もそういうおじいちゃんになりたいな。なので救った数多分えぐいから、いやえぐいえぐい、すごい。だからもうね、あの来月以降春の収益っていうか春の給料っていうのは全額やっぱそういう個人に寄付するっていうことでやっていきたいと思いますので、あのぜひともこの僕たちが素晴らしいなと思った方、チャンネル登録と高評価、その場合俺だけなのよ、通知ボタンよろしくお願いします。2人もやるならいいけど俺だけなのよ。あの矢野さんの給料は全て寄付させていただきますので、うん、よろしくお願いします。俺どうすんのじゃあ、お前木の実くん、いやいいじゃんよく出るあのちょうどねダイエットとかなさってます。いやいや死ぬ死ぬ、はい、ということで次回の動画でお会いしましょう。さよなら。数え切れなくなって、思念涙こらえて。